皆さんこんにちは、あゆぶちょうです、今度はヤフーオークションでまた絶版のプラレールを買ったり、あと、まあ、休みの日なんか秋葉原のリバティっていうところの中古ショップがあってです、あとマンダラケに行ったりとか、もういろんなものを探して中古のプラレールを買ってきたのでまとめて紹介していきたいと思います。まず一つ目こちら、じゃん、ヤフーオークションで買った T17 のプラレールソルティです。でソルティの価格が2578円でした。ポイント送料かけてポイント使ってです。でそしてあともう一つこちら、マンダラケで買ったやつです。じゃん、2014年、今年まあ確かなんだっけ、トーマスプラレール25周年貨車キャンペーン4月分、表にトーマスで裏はアシュマンさんですね。なんかこれはプラレールを確か3000円以上買った方はなんかこれがもらえるらしかったんですね。もうこれが108円でした。そして今では売ってないタンク車、こちらじゃん、ミルクタンク車です。なんと価格が400円でした。もう税込みで400円ですからね。早速ですが開けていきましょう。いやこれさ、このミルクタンクプラレールディーゼル限定ですね。なんかディーゼル以外でなんかついてるミルクタンクはないですね。はい、まずミルクタンク車からです。全体的に見るとこんな感じです。うん、まあ全体としてはすごい綺麗な状態なんですけど、ちょっとここの部分がちょっとはげていますが、まあ黒なんでマジックで直せるとは思います。そして2014年、3000円以上買った方のこちら説明書ですね。プラレールトーマス25周年貨車キャンペーンセット4月分がこれです。もう車輪が赤で、もう貨車の色が黄色ですね。なんかすごい看板みたいな感じですね。 To Great Railway Show で Sodo To、 もう本当このデザインがめちゃくちゃかっこいいですね、貨車としては。うん、これは貨車としてもすごい遊べるとは思いますし、とても面白いですね。そしてまずプラレールソルティから開けていきましょう。全体的に見るとこんな感じ。箱には結構劣化していますね。うん、早速ですが開けていきましょう。うん、ちゃんとこれ発泡スチロールも入っていますからね。いやーこれは本当発泡スチロールまで入っていてすごいめちゃくちゃ嬉しかったですね。やっぱり車両からつけるときに結構ぐらつくと結構車両にちょっと細かな傷できちゃうんで、発泡スチロールをつけてほしかったですね。はい、まずプラレールソルティ全体的に見るとこんな感じですね。うん、まあソルティもそんなに目立った傷はなく、塗装が剥がれ、まあ若干の剥がれはあるんですけど、まあ僕から見てはまあまあ綺麗な状態かなというふうに思いますね。うん、まあこれは顔の日焼けもなく、これはいい感じじゃないでしょうか。そしてソルティについていた貨車がこちら、じゃん。今回ソルティの貨車は違いますね。ソルティの貨車は完全に黒ですね。なんとこの顔がめちゃくちゃレアですね。もうこの顔で販売されてるのはもうないとは思いますね。そしてあとこれ荷物ですね。うん、やっぱりプラレールソルティとしてもとてもいい感じのものじゃないでしょうか。もうすごいレア商品だし、もう
どこを調べてもやっぱりないもんですからね。まあそんな感じですね。まあ早速ですが、レイアウト作っていきたいと思います。でこう。はい、レイアウトがこんな感じできました。これ、11月の機関車トーマスのアニメで出てきた、故障したハービーの、登場したハービー、ソルティ、クランキーの、まあ、港風に作ってみました。早速ですが、走らせていきたいと思います。これ、ハービーとソルティが一緒に走ると、なんだか第6弾シーズンで登場した新キャラクターのように若返りますね。あとは投稿しをお楽しみくださいました。はい、プラレールソルティの走行シーンはいかがだったでしょうか。プラレールハービーと、クランキーの大きな港のレイアウトを、まあ、ソドー島風と、まあ、ソドー島の外に出たところに駅を組み立てたりとか、グラグラつり橋を、まあ、いろんなレイアウトを作ってみたんですけど、もうこれはもうなんだかすごい若返りますし、もうちっちゃい頃テレビ見たことがすごい思い出しますし、もう DVD で見ても懐かしいなというふうに思いますね。第6弾シーズンのこの2代の新しいキャラクターが出てきたのは本当にいいシーズンだったなというふうに思います。はい、T17 のプラレールソルティと、ミルクタンク車と、あと25周年アニバーサリー4月分、いかがだったでしょうか。やっぱりこれはなかなか手に入らないもんですね。そしてこれは買っといてよかった。で、そしてこのプラレールソルティなんですけど、もう走行シーンからすごい良くて、まあギア割れもなく、まあしっかりと走れたのはすごい良かったなというふうに思いましたし、プラレールハービーとクラッキーの大きな港と一緒にレイアウト作って走らせてみたんですけど、なんだか6段シーズンに若返りましたね。もうそんな感じで、もうちっちゃい頃はもう懐かしく見てましたからね。もう廃盤商品まだまだ集めることはあるかとは思いますが、たくさん集めて、まあ、トーマスワールド広げていけたらなっていうふうに思いました。本日もご視聴ありがとうございました。んっぱーい。